Google が年1回本社の近くで開く開発者会議 Google I.O. の取材で来ました。新しい AI だとか新しいサービスの発表が相次ぐと思いますので、いろいろと取材していきたいと思います。ニュースピックス編集部で国内外のテクノロジー企業をカバーしている中川です。 Google が年に一度開催する巨大イベントに行ってきました。久々にリアル開催をして僕も行ってきたんですけども、とにかく熱気がすごかったです。 AI 競争で出遅れたとも言われている Google なんですけれども、しっかり反撃をしていこうというのを見せつけた、そんなイベントでした。今日はその Google の開発者会議 Google I.O. で発表された新サービス、新機能の数々などを解説していきます。まずは検索です。生成 AI、 ジェネラティブ AI によって検索結果を要約してくれたり、チャットの形で検索ができるようになる、そんなサービスが実験的に始まります。続いて AI チャットボットの Bard、 これは英語での提供ですけれども、180カ国以上にサービスを開放されて、今回新たに日本語と韓国語にも対応しました。写真を撮ってですね、それで質問したり画像で回答を返してくれるってことも可能になっています。この Bard の進化の元になっているのが大規模言語モデルのPaLM 2というもので、この PaLM 2を元にした機能っていうのが今回 Google I.O. で25以上発表されています。かいつまんで紹介すると、 Google ワークスペース、テキストの指示を入力するだけで Gmail だとか Google ドキュメントの文章を作成してくれたり、スプレッドシートで表の作成をしてくれたりするようになります。まあ、こういうふうにいろんなAI の機能出てきたんですけれども、 Google は AI ファーストの企業になるっていうのを約6年ぐらい前に宣言しています。やっぱりこの AI の世界では負けられないという気概をこの Google I.O. では強く感じました。この Google I.O. の会議に行くのっていうのは初めてだった、はい、いや今回でかれこれ4回目、2017、18、19行って、コロナになっちゃって、で今回4年ぶりに行ってきました。でイベントだけじゃなくて、いろんなオフィスをぐるぐる連れてかれて、まあ、Google の本社ってそもそもシリコンバレーの中心部のマウンテンビューという町にあるんですけど、まあ、前はもうちょっと Google のオフィスでも ここだけだって、他のところはまあ違う会社があるなって感じだったのが、はい、全部 Google みたいな、まあ、コロナ禍でも結構拡大したんだなっていうのと、あと新しいオフィス、こう屋根が全部太陽光パネルで、亀の甲羅ですかみたいな感じの見た目で、まあ、変わった構造してるビルがあって、本当になんかキャンパス、アメリカの企業は会社のオフィスのある場所をキャンパスって言うんですけど、大学みたいな、そうそう、本当に大学みたいで、日本の人が思う会社っていうイメージとはだいぶ違うかなっていうのを改めて思いました。中川さん的に一番注目すべき発表って何だったんですか？うん、やっぱり検索エンジンかな。 Google の収益を支える検索の広告、検索した時にワードに合わせて出てくる広告で、あれで売上の6割ぐらい稼げるので、まあ、検索にどう最新の AI を盛り込んでいくかっていうのは、まあ、この会社としての大きなテーマだと思ってます。で今回その生成 AI、 ジェネラティブ AI っていうのが検索に導入されて、試験的な機能として質問文、例えばカンファレンスの中で言われたのは、アメリカの国立公園があって、3歳未満の子供と犬がいる家族はなんかブライスキャニオンっていうのとアーチーズっていう国立公園があって、これどっちがいいかみたいな質問したら、その内容を全部要約してくれる文章が検索ボックスとしてダーって出てきて、一目瞭然みたいな感じで分かると。その出てきた文章に対してちゃんと正しいことが表示されているか不安な人、確認したい人はクリックすると、この文はここから取ってます、この文はここから取ってますみたいなことも表示されるっていう機能で、まあ、まだ英語だけでアメリカ で今後数週間以内に試験的に提供されるだけなんですけど、検索としては新しい動きかなっていうふうに思いました。商品を検索する機能の中でパワーアップしたところってあるんですか？今までだとなんか、まあ、適当に自転車電動とか分かんないけども、そういう検索の仕方しかできなかったのが、自分のニーズに合わせてダイレクトに検索できるというか。あ、なるほど。例えばその坂道のある何キロかの通勤に最適な自転車とかって検索したら、選ぶときこんなのがいいですよ、最適なじゃあ自転車こちらですとかって写真とともにわーってリストが出てくるみたいなのもあるんですけど、例えばその自転車が欲しいって自転車さんに行って、いやこういう感じの使い方で考えててとかって、あ、それならこれがいいですねって言ってくれるみたいなことが検索でできるようになるみたいな、発表されただけなんでどれぐらい正確にやってくれるか分かんないけれども、なんかイメージそういう感じ。やっぱりマイクロソフトの Bing が OpenAI と組んで同じようなチャットで検索できますよっていうのを2月にリリースして、
Bing が注目されて、でシェアが数パーセント動くだけでも、うん、Google にとっては打撃になるし、 Bing にとってはすごくいい。まずやっぱり広告で稼ぐためにはたくさんのユーザーが来てくれないと、使ってくれないといけないから、うん、そのユーザーの規模を維持するためにはやっぱり、まあ、早々とこういう機能できますっていうのを言うことは必要だったのかなと、うん、チャット GPT に対抗しようと出てきたバード、はい、そうですね、ここはどうだったんですか。まあ、やっぱり2月にこう初めて Google として最初にチャット GPT に対抗しようって言って出てきたのがこのバードで、まあ、だんだん少しずつ進化はしていったみたいな感じなんですけど、今回多分進化の度合いとして一番大きい発表していて、でまず今までは英語だけだったのが今回日本語と韓国語にも対応しました。これはなぜアジアのこの日本語と韓国語が選ばれたのかっていう、うん、それこそスンダーピチャイ CEO に聞いてみると、基本的にやっぱりフィードバックによって決めてるって話なんですけど、まあ、日本と韓国はやっぱテクノロジーの需要性というのかな、慣れが早い、やっぱモバイル、その携帯電話の普及を見てもこう日本は早かった。 CEO が言ってたのが、日本に行って食事をしてた時に隣の席で壮絶な速さでメッセージのやり取りをしてる人たちがいてすごいなと思ったって言ってます。そういう話もしてるぐらい多分使ってる人が結構多かったんだろうと思います。で英語での提供は今まではイギリスとアメリカだけだったのが180カ国に広がったんですけど、ヨーロッパは除外されてるんです。であまりはっきり Google が言わないんですけど、おそらくそのいわゆる GDPR プライバシーのヨーロッパでの規制とか、はい、AI に対する規制も強めようとかっていう話もあるので、まずその影響がおそらくあるんじゃないかと、てかあるような言い方をしてました。そういう規制が強すぎて新しいものが入ってこない、バランスなんですけど、こうどうなんだろうって、そういう難しさあるなっていうのはその話を聞きながら思いましたね、うん、他は何が進化したかというと、バードで調べた内容っていうのが Google ドキュメントとか Gmail とかになんか貼り付けられる、例えばこういうイメールを書いてって出てきたのがそのまま Gmail にエクスポートできるみたいな。あとはまだ先の段階だと思うんですけど、今 Google の検索って Google レンズっていうなんか写真を撮ってそのままそれが検索できるって機能、なんか CM とかでもね見たことあると思うんですけど、それをバードでもできる。例えばその犬の写真があって、この犬の写真に面白いキャプションつけてみたいな。あるいは Adobe Photoshop とかやってる Adobe の画像の生成の AI のサービスやってて、そことなんか連携をして説明文書いただけでなんとかなんとかのユニコーンみたいなって言ったら、なんかユニコーンの絵が出てくるみたいな機能とかもできたりとか、テキストだけじゃなくて、あの英語だとマルチモーダルって言うんですけど、テキストとか動画画像とかいろんなその形式に対応させるっていうのがやっぱり今のジェネラティブ AI の大きなテーマになっているようですね。新しいスマートフォンだったり、はい、タブレットも発売されるっていう話があったんですよね。そうなんですよ。毎年最近なんか Google I.O. ってハードウェアこんなの発売しますっていう発表の場にもなっていて、で今回はあの3つ発表されたんですけど、中でもこう会場がざわついたような発表商品とかってあったりするんですか。そうですね、まあ、やっぱ1つやっぱ注目を集めてたのが Pixel Fold っていう折りたたみ式のスマートフォンですね。会場でもね、はい、撮ってきたんですけど、一見普通のスマートフォンに見えるんですけど、開いてみると小さめのタブレットみたいな感じになるんですよ。ウィンドウをだから開いて両方に別々のアプリを出すこともできるし、あと折り曲げてパソコンみたいな感じで置くこともできる。意外と重くなくて、一応折りたたみ式のスマートフォンの中で一番軽いと Google は歌ってます。他にこう面白い機能とかあったりするんですか。まあ本当にいるのかどうかはよくわからないですけど、開いた状態で裏を向けると小さい方の画面と、あと背面のカメラがこっちを向くんですね。インカメラじゃなくて外側のカメラで自撮りが撮れる。そうですね、インフルエンサーさんたちには必要な機能かもしれない。でこの Pixel Fold は日本では7月中旬に出ます。で問題は価格なんですよ。いくらですか。25万3000円。高すぎますね。それは一昔前のパソコンかっていうぐらいの、折りたたむというところの、まあ、技術だったりディスプレイだったりすごく売れてるわけではないので、まあ、部品もまだ高いって考えると、これだけ高い値段になっちゃうのかなとは思います。 Google が本当にどれだけ本気で売りたいのかっていうのはわからないんですけどね、まあ、ちょっと実験的に出してみたっていう感じなのかなとは思います。他にも現地でなんか体験してきたものってあるんですか。はい、まだ実験段階の Google の研究部門の人たちがやってるプロジェクトがこう体験してきたんですけど、それが
プロジェクトスターラインっていう名前なんですね。スターライン、まあ、別にその言葉から何も想像つかないと思うんですけど、簡単に言うとビデオ会議の相手の姿がめちゃくちゃ立体的に見える、よりリアルにコミュニケーションをしている気分になる、はいはいはい、特別な部屋があってそこにどうぞっつって通されたんですけど、はい、画面のこう脇に 1,2,3,4,5,6,7,8 ぐらいのこうカメラがたくさんついてる画面があって、はいはい、それで 3D スキャンみたいな感じして、その 3D データがネットを通して送られて、特殊のメガネとかかけなくても 3D として映るディスプレイがあって、出てくる人出てくると、はあ、これはすごいね。なんか、どんな感じなのってこう他の人に聞いたら、いや、まあまあ見てりゃわかるってみたいな感じだったんですけど、本当になんか近づいてくるみたいなのがあって、相手の人がこうリンゴを持ってこうほらほらって言って、このプロジェクト自体は数年前から出てたんですけど、こんなにリアルなのかと見てみて初めてわかるっていうか、まあとはいえその気軽に使えないので、どういうふうに普及するんだろうなっていう疑問はあります。まあ、これだけサービスが進化したっていう発表があったと思うんですけど、うん、逆に問題点とか課題とかっていうのはないんですか？結構やっぱこれだけ AI って言われてきて、規制をしようとかこんだけリスクがあるとかっていろんな有名な研究者とかも言い始めてるんですよね。例えば生成 AI でこの画像がこんな作れるよとかっていうのにフェイクとかたくさん出てきちゃうよね、うん、ここへのどう対策するとか、検索で間違った答えを言わないためにこんな対策をしているとか、そういう話をしているのも結構目立ちましたね。どういうふうに対応していくって話したんですか？うん、そうですね、結構いろんな話は、まあ、出たんですけど、まあ、記事に書いたんでそっちを読んでもらえればと